どこでも気軽に就職対策をできるオープンチャットを開設中です。グルーヴィス練習、チャットでしか募集しない ES 添削、模擬面接など特別企画を募集しています。概要欄のリンクから飛べますので、就活の情報を受け取りたい方はぜひご参加いただければと思います。こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。さあ今日はですね、 いよいよ12月になりましたからですね、皆さん ES をどんどん本選考向けにですね、書かれてらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。そういう皆さんが書いた ES、どんな風に見られてるのかってことなんですよね。面接歴35年以上の私が考える、まあ、いわゆる私の最終面接で出てくるようなおじさんたちはですね、どんな道線で見てるのか、最近の就活生の ES の特徴を10個選んでみました。皆さん、ここに当てはまってたらちょっと危険ですよね。さあ、最近の ES の良い特徴、まず一つ目ですね、情緒的な文章。 まあこれ作文なのみたいな文章が多いんですねビジネス文章なんですエントリーシート結論ファーストそして理由そして理由を裏付ける体験だまあこれがポイントですけどね何これ作文じゃないんだからさという文章の書き方ビジネス文章っていう形を意識してあなた書けてますかこれがまず一つ目の特徴そして二つ目無理に成果をですね ななんとなく数字で表す傾向が強い最近情報がねいっぱいありますからね何でも数値で表現しなきゃいけないって間違えたことを書いてるやつもあるんですけどいや数値で表せるんなら表しなさい表せないものを無理に表すとそれってこれ無理だと思うんだけどねって思われた瞬間にちょっとないよねって思われるんですさ注意してねそして3つ目 出来事が書いてあり強みが何だか分かんない私はこれをやりました私はこれをやりましたいや分かったけどやったことが知りたいわけではないんだなんでやったのという理由そしてどのようにやったのかなホワイトハウが知りたいしそれによって あなたがどんな人かを理解するとともにこの人仕事をしたらどんな風にできるのかなってことをイマジネーションしてるんで過去の出来事でやったことだけ関わられてもね困っちゃうってことなんですよねさあそして最近のイエスより特徴の四つ目協調性とかチームワークをですね強みとする内容が多いんです私も学生さんのですねあのイエス読むとですね私は協調性があります多いんで もちろん日本の企業はね、協調性がないとね、いけないから協調性をアピールすることは重要なんだけど、一番アピールしなきゃいけない点は協調性じゃないの。自発的に行動して成果を上げれるってこと。その上でですよ、成果を上げるために私は協力し合いますので、補助的な部分の強みを先に出しちゃいけないの。 この辺のところ注意してくださいね。そして、最近のイエスにより、特徴の5つ目、複数の話を無理に盛り込んでいることが多い。たかだかですよ。400字から500字で。 エピソードを3つも入れるる人がいるんです私は高校時代にこれやりました。大学時代にこれやりました。今もこれやってます。いやいやなくて普通 ESA ね、例えばね、学生時代にやったこと何でもいいんですけどこれを通して自分の強みを立証する。だから一つの出来事での何で取り組んでどんなやり方をしてなぜやったかこれを書いてないとその人自身が分からない。 だから3つも盛り込んじゃいけない普通は1つのエピソードで、勝利しなさいって言われてるね。この辺特徴ですからね。そして最近の ES に多い特徴、6つ目。エピソードがね、おすごいね、これ。斬新的だね。なんだけど、具体的な絵を描いてない。えこういうのって僕らはですね、皆さんがですね、いろんなメディアを通してね、合格の ES を読んで、パクってるってことは知ってるんですエピソードが斬新なやつって、これ、誰かのやつそっくりパクったなっていうのがある。 パクリ疑惑私も実際にですね誰かのパクったの丸ごと読んだことあるんですよあれこれどっかで見たことあるよねみたいな具体的な内容を書かけないなぜかってあなたがやった内容じゃないからなんだよねこの瞬間に僕はもう疑って自分でやってないねと。 注意してね。そして、最近のイエスに特徴の七つ目。無理やりチームの話に持ってってんだよね。いいんですよ。体育会のなんかね、運動部の話をしてて、なぜ無理やりチームのね、なんとかにみたいな話になるのいや、体育会だったら勝つためにとかね、自分はレギュラーになるためにこんな努力をしたっていう。別にいいじゃん。なんでそれを無理やりチームを協力し合ってなんとかみたいな話に持ってくのだからさっきも言った、協調性をフォーカスを当てすぎない、 この話が多い度にげんなりするんですよね。さあ、そして最近のイエスに多い特徴の八つ目。役割に対して行動が大げさな話が結構多い,いんだよね。その役割の人がそんなことしないよねと。まあ最近はですね、やっぱコロナの影響を受けちゃったから、いろんな活動ってできなくなっちゃったじゃないですか。サークルとかね。昔はサークルですね、新刊でね、学生募集をやりましたとか。そういう話が多かった。誰が初期の私がみたい。会計係の私が。ちょっと待って。 そそれ会計係ののあなたなたたがんんことやんのみたいだから係とある役割とあなたの行動ってそんなことすんのみたいなねこれバイトではあるんですよ1回のバイトのあなたがなんでこんな店長みたいなことやってんのみたいなおかしくないもし本当にやったんならなぜやったなならぜ ここがないと信憑性が低いんだよねさあ最近のイエス・ニ良イ特徴のここのないこの施策でそんな成果は上がりませんいいですか僕らが知らない未知の分野であればなるほどそうやってやるのかってあるかもしれないでも僕らもやって測か,かるような内容ですよそんなことでこの成果出ないんじゃないのみたいなことが書いてあるわけですよさあまあ無理よねと。 この瞬間に全てこのイエスは嘘じゃねえかと思われちゃうってことなんだね。注意してね。そして最近のイエスによる特徴の10個目。同じエピソード、同じ施策に出くわす確率が非常に多い。なんですかね。やっぱりコロナの影響を受けてね、サークルの話がガクッと減っちゃったんだよね。そして多いのは今アルバイトネタが一番多いんで。アルバイトっていうと多いのは何まあちょっと学歴がいいとこ行くと塾な まあ塾といえば個別指導塾。担当した学生を志望校に合格させた。またこれみたいな。もう一時こればっかり読んだそうすると大体ね、その子はね、やる気がなかった。 それをのををねね一生懸命攻して影響たせもたすごく多いよ、ね、それを読む側の立場にもなってちょうだいみたいなねまあそういうようにたくさん出くわしちゃうってことなんだよねその辺を注意してくださいさあ10個の特徴を言いました、うん、では今後に向けて5つの改善策どうすればいいのかってお話しますまず強みを設定してからイエス書いてね私の強みはこれなんだでエピソードはこれなんだ、まあ、ここの順番からやってね そして最初に結論を書く。その結論、強みはこうだ。具体的な内容を書く。課題、施策、成果の一貫性を持たす。あなただけの強みね。周りから見たと、ほう、なるほどね。君の特別にやったことはここだったのか。ここを盛り込んでください。なんですね。今の ES や面接で話してるエピソードが通用するかどうか、実際に先行にチャレンジする必要があるんですね。ES が完璧でもね、その ES を通した面接でうまくいかなければ、これ失敗だよね。まあそのためのですね、実際に対面でいろんな企業の人に 出会ってね話をするって機会が必要なんだイベントに参加することによってあなたはですね対策が取れる、まあ、特にですね我々のイベントはグループディスカッション対策の人には重要まずですねグルディス練習しないで行く人が多いんだけど練習しないと怒っちゃうんだよねグループディスカッションが4回できてそして実際の選考に近い15分のやつを4回そしてフィードバックがもらえるこれは強みだね人事がどんな視点で見てるかそしていろんな企業の企業説明も聞けなんとスカウトがかかると早期選考に乗って内定までもらえる 早期選考に乗ったら一通りの ES まで出してですよ面接の体験もできるんでさあこういうイベントを今やってますさあ詳細応募概要欄から是非お願いしますイベントで会えること楽しみになってますからねさあこの動画が役くんだったら高評価コメントそしてチャンネル登録そしてイベントでお会いしましょう